やったー、ゲゲですってな感じでね、今回もやっていくんですけどね、今回前回のバランス調整でマジックアーチャーがね、下方修正されたということでね、本当にね、今弱くなっちゃってもう使い物にならないのかっていうね、判断をしていこうと思います。こちらのホグデッキでまだ参るのかね、やっていこうかなと思います。よろしく。なんて言うんだろう、まあ確かに弱くはなったんですけど、環境的に育ってると思ってて、ゴブリンの小屋とか、あと、スケルトンバレルが強くなったじゃないですか。ってことは、小物系のわちゃわちゃしたデッキが増えるんですよね。例えば、スケバレ、ディガポイとかね。まあ、今、実際流行ってて。あとは、なんだろうな。まあ、ゴブ折りの、ゴブ小屋の、なんか、細かい感じのね。デッキが入ってて、それに対してのメタカードがマジックアーチャーなんですよね。なんで、ワンチャンあんじゃないかなと、思いますね。ちょっとやばい。このマジアーチャーの位置は正しいのか。OK! いい位置、いい位置、めっちゃいい位置。ああ、完璧。2点。あ、やばい。何すんのよ、なめ。よし。これ、ホグコウモリしよう。これですね。で、タルババが入ってないんで、この、残ってるマジアチャを延命されるだけで多分誰いと思うんでね。え？ミニペイランバーやば。ちょっとくしゃみしていいですか？マジで俺、くしゃみね、どうしよう、止めらんないんだよね、くしゃみを。くしゃみが止まんないっていう、あれかもしんない。人かもしんない。いや、マジで。なんすかね、これ。くしゃみって、絶対にくしゃみを止める方法とかあるんですかね。あったら教えてほしいですね。ぜひとも。どうするこれ。一旦逆さえ落としとくか。一旦落としといて、で絶対無視してくるから、あれごときは。わお。これ、ボンバーに先に行くからね、マルタで。して。なんか美味しくね？もう一発ぐらい殴るよ。守りきれないか。まあ。あ、ちょっとなんかやばい。危ねえ。めっちゃ、もう人生で一番ピンチだった。危ねえ。じゃあマジックアーチャー出しちゃおうかな。やべえんだけど、ちょっと待って。やばい、マジやばい。本当に負けたくない。OK だよな。で、トルネ入ってなさそうなんで、やばい。もうちょっと待って、めっちゃ真ん中から出してくんだけど。あー、ごめんねー。グッドゲーム。めっちゃ笑ってる。笑ってれば OK です。幸せなら OK です。はい、てな感じでどんどんいきます。まあ、今んとこマジックアーチャーに対して不満ないですね。割といいんじゃないかと思います。もう全然待ちにしない。来た。よろしく。そう、だから、小物系のデッキが本当にたくさん増えるんですよ。吹き矢とか。そういう系に対してやっぱ強いんで、まあカード自体は弱くなったのは間違いないんですけど、メタ的には強くなったと言えるですかね。あー、これあれだ。ホグファルチェ系 YouTuber だ。ファルチェ出してくるよな。あ、でもこの位置でも刺さるんだ。結構変わんないね。強いね。痛い。うわー、いいトルネだな。あー、最後の一発ダメでしょ。トルネ使ったんで、攻めます。あー、いって。
ずれちまったな。これで、ホグファルチですね。で、ホグ来たら単に見て、あー、それだとね、完封できないから、スケルトン出せば完封できるはず。OK。で、ゴブリン来るんで、真ん中かな？どっち？そっちかい！ 2 分の1外した。ちょっと待って、鼻かみて。打たなきゃよかった、今の。調子乗りました、すいません。ホグコーマルします。なんで、まあ、トルネあるんですけどね。一応トルネ警戒のホグコウモリです。アイスピ使ったらコウモリ止まんなくね。止まったわ。でここはマジアチャ行かずに防衛から一旦行きます。でホグ来たらミニペよいしょ、フッ、完封。ちゃんとね、最速で出せばね、完封できるんでね、完封してくださいね。来た、これ完封、完封摩擦だ。一発だけ来たら、おお、マジ攻めます。多分これきついと思うんで、シンプルにで食い食って一発入れて、で、あのロケットにし間に合わないんで、アイスピ来るんで、スケルトンでシュッて。ちょ、で、やばい、なんでもらった、最悪。え、ちょっと待って、マジか、やばい。やばい、やばい、やばい。ああ、もう、サニーブでも入ってる、入ってる、入ってる、入ってる。いけ、貫け、貫け。あれ、なんで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 。ちょっと待って、マジで。すいませんね、あの、丸太ちょっと遅れました。反応速度、おじいちゃんだったな。マジでもったいねえよ、今の。いやー、マジでやべえ、今の。タイムセールの2秒、終わった2秒後ぐらいに店に着くぐらいもったいねえ。これを繰り返す、繰り返す、繰り返す。いけ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 、一発だけ入った。あ、勝てるな。でもこれちゃんとやればコウモリ出しといて、はい、これで竹取って、ホグつけて、もう一回クイック、ゴブリンに対してクイックって、ここで、クイック回して、ジジ。オッケー。マジャチャ強いね、なんか、普通に。なんだろう、やっぱ施設系、ボムタワーとかに対してはめっちゃ弱くなったけど、なんだろうな、普通に使える気がする。俺だけ気がすんの。そんな感じがします、ほんのり。今何戦目？ 2 戦目か。ラスト1戦。俺的にね、使える気がしますね。なんでみんな、マジアチャをね、見捨てないでね、温かく見守っていただけたらいいかなと思います。この初手だったら俺はウッド切りますね。なんでかっていうと、陸系、やっぱ、ウッドより陸系が大事かなと。滑舌悪いな、今日も。あ、やばい。ウッド切んなきゃよかった。だるいな。裏ミニペでつつくか。あー、これじゃクイック用意か。吹き矢と、うん、これあれだ、今最速でさ、コウモリ出してさ、でよかったな。これウッド持たないと結構、コウモリで割ってから、あれ、これでよかったっすね。ちょっともったいないな。これは、キョスケ、ナスケバレ。なんだろ、多分自作ですね。こういう、そう、こういう感じの小物系に対して、マジャチャってめっちゃ強いんでね。ここってさ、届く？あ。うん。あ、でもこっから、撃てる撃てる。こっから撃てる。だからここに出すといいんですね。あ、やばいやばい、それ。
ちょっと待って、これさ、来るな、やつらが来るな、来るんだよな。はい、ブラサンで、うん、なんとかこれに打つのか。打ったら来るから、打ったら来たらコウモリ。うまい、相手分かってる。コウモリで全然守れるんですよね。このこいつら足早いんで逃げるんですよ、バカから。で、相手スペルないんでね、おそらく魔術茶が刺さりますね。やっぱケツ魔術茶して、で、ロイジャー来てもミニペで絶対通さないマンして、ちょっと高いな、もう一マスぐらい下でいいな。クエイク打っちゃって、ああ相手クエイクがあるのか、そういうことね。やばいやばい、絶対やばい、絶対やばい。あ、オッケーオッケー、それはおいしい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 。多分ちょっと待って、やばいやばい、こっちやばい、クイック、で、ウッドは打たない、ウッド打たない方がいい。一本線、並べ並べ、一列並べ、オッケーオッケー、待てない待てない、今ここ破裂したら撃った、破裂したら撃った、バモス、また出ちゃったよ、バモス、バモス出ちゃったよってな感じでね、この今の感じ、本当に今の感じ、今の相手みたいなデッキに対してマジャチャットめっちゃ強いんですよ。だから、まあ、カード的にはちょっと良くなったかもしれないですけど、環境的にはまだまだね、マジャチャの活躍には期待できるかなと、枯渇からしたら嫌なんですけどね。はい、てな感じで今日は終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。